皆さんおはようございます。昨日も楽しいレッスンでした。今日も左手のグリッサンドの練習をしてみます。少しずつ基礎力を身につけて、初見力、読譜力もつけて、いろんな曲を多彩に表現できるとピアノはもっと楽しくなります。ピアノの奏法にはユニゾン、オクターブ奏、交互奏にトリル、ターン、モルダント、ポルタメント、いろんな奏法にコードネーム、音楽用語もあります。少しずつ今日はこの曲を練習しよう。練習の意欲、意識を高めることも大切です。左手のグリッサンドのための練習です。日々練習を楽しむ気持ちを大切にしましょうね。ミュージックオン。Thank you.
ッサンドの練習でした。ピアノ教室のお約束、少しずつ興味のある曲、先生とのお約束、少しずつ守って弾いてみたい曲、家庭でも少しずつ遊びながら鍵盤に触れる習慣づけをしてくださいね。無理をしなくていいんです。少しずつ今日はこの曲を練習しよう。楽しいから練習はやります。左手のグリッサンドの練習でした。